はい、16対9の四角の中に生きる妖精です。これは中西のお掃除ですね。はい、お掃除。今ちょっと ゲームやっちゃうゲームやっちゃうね、いい武器がなかなかね手に入らないんですよね。あ、まあまあ、ちょっとお掃除ですよ。鼻歌を歌いながら、あ、楽しくお掃除、ということで、鼻歌を歌いながら楽しくお掃除。私の隣のおじさんは神田の生まれで、ちゃきちゃき江戸っ子、祭り騒ぎが大好きで、ねじり鉢巻き揃いの浴衣、アーミが振ろうが槍が振ろうが、朝から晩までおみこし担いで、わっしょい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 、ケーキをつけろ、塩巻いておくれ、わっしょい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 、それそれそれお祭りだい。おじさんおじさん大変だ、どこかで反射が鳴っている、火事は近いよすり番だ、何を言ってもわっしょいしょい、何を聞いてもわっしょいしょい、わっしょい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 、それそれそれお祭りだい。いいですね、いい曲。そのまた隣のおばさん、そのまた隣のおばさん、浅草育ちでちょっぴり美人で、お祭り騒ぎが大好きで、行きの素足に絞りの浴衣、雨が降ろうが槍が降ろうが、朝から晩まで岡倉見物、ピーヤラピーヤラ、あ、ピーヤラピーヤラ、天つく天つく最後落ちるところの歌詞すごいですね。お祭り済んで日が暮れて、冷たい風の吹く夜は、家を焼かれたおじさんとへそくり取られたおばさんの、家を焼かれたおじさん大変ですね。へそくりぐらいはまあ別にいいんでしょうけどね。本当に切ない、ため息ばかり、いくら泣いても帰らない、いくら泣いても後の祭りよ、ね、お祭り騒ぎ大好きで、お祭りお祭りってやってる間にね、ふわーってね、うーいわっしゃいわっしゃいってやってる間に家焼かれてるんですからね説明、衝撃的な歌詞だ。ちょっとコメディ入ってますね、これね。いくらなんでも結構不条理というか、家を焼かれたおじさんは説明だ。まあまあ、それまた人生ですよね。お祭り騒ぎで、ね、すり板ってなんですかね。どっかで反射が鳴っている、火事は近いよすり板だ。すり板ってなんだ。あ、すり反射。あ、すり反射、あの、擦る、すり、反射。違う違う違う、みこすり反が出てくる。違う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 、すり板って何。反射でしょ。なんだろう、なんかね、その鳴らし方によってなんかあるんでしょうね。片毛もすぐ近くの反射は、火元であることを知らせるため、ランダで続けざまに鳴らす、この鳴らし方をすり板射、略してすり板と呼ぶ。鎮火の際は2点連打がされるが、この2点をおじゃん、へえ、といい、転じて今までやっていたことが全て無駄になることを指し、おじゃんになるというようになった説もある。へえ、すり板ランダーみたいですね。火事現場ね、勉強になりました。まあ、ちょっとやっときますんでね。ね、まあちょっと掃除ちゃんとやっておきますね、あとね。うん。まあ、ちことで。あ、ツタヤにビデオ開始、DVD 開始に行かないと、12時までに。今何時だ ?10 時13分。あと2時間ない。どうしよう。あ、まあまあまあ、ちことで。まじまじじゃ。まあじゃ。